獲物は？大向かで。少しだけど、足と皮持ってきた。鎧作りに使えるよね。よしよし、キララ。いい子にしてたか？おかえり、姉上。ただいま、琥珀。父上が、お頭がよ。なあ、姉上。ん？妖怪は本当に火や毒を吐くか？ドキドキね。そうか。琥珀、お前怖いの？そんなことはないけど。平気だよ。私らが退治すんのは蛇や蜘のでっかいやつだもの。父上が言ってるよ。一番怖い妖怪は人間のふりしてるやつだって。そういうやつらが至高の玉を手に入れたら大変だって。